おはようございます。我がんせの影山やんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、今、こう夏でね、結構暑いんで、あのー、まあ、冷やし中華であったり、冷麺というものをね、結構こう作る。僕,僕自身がねこう作るんですけどもですね。まあ、あのー、水曜日と木曜日のね昼ご飯を僕はその、 えーまあ、冷やし中華冷麺をこう作るよう作っています今ね。であの冬とかそのまだ、あ、その寿司とかねこう寒い時は、えー、そのあったかいラーメンの方をこう作るっていうのをこうずっとしてきてるんですけども、えー、そのね、えー、冷麺盛、まあ、岡冷麺こうコスモスで買う盛岡冷麺っていうのがあるんですけども。 盛岡冷麺をこう水曜日と木曜日の昼に盛岡冷麺であったり冷やし中華を作るって今言ったんですけどもえ最近ねこう朝にもねこう作るようになって朝ごはんとしてねで僕は朝ごはんはですねあのリンゴ、にんじんしょうがを冷水でミキサーで混ぜるっていう,こう生ジュースをこう飲むあとバナナ1本と。 えあればえパイナップルえ父親がねこうイナパイナップルを買ってきてカットしてるんでそれをこう食べたりとかですねあとトマトがあればトマトというところですね今の時期はちょっとあまりこうあれなんですけどもでそういう感じなんで僕のえ朝食ではないんですけどもえまあ両親のねこう朝食としてこう冷麺をこう作るような感じがありますでえまあまああのー 一つは、こう、夏で、こう、朝、ちょっと食欲が、こう、ちょっと落ちてるというか、ない、少ない時にですね、両親がね、え、しっかりと、こう、食べても、しっかりとっていうか、その、食べやすいものをね、こう、食べてもらおうという、僕の気持ちというか、そういうもので、こう、冷麺を、こう、作るように、こう、しております。で、え、まあ、大体、盛岡冷麺。で、朝なんでね、こう、他まあ、パンとかもいろいろあるんですけども、その、 あれです冷麺一人前を半分にしてこう父親と母親がこう半分ずつこう食べるようにして。であのー まあ水曜日、木曜日の昼は結構その上に乗せる具はこう合成なんですけどもえーその朝の場合はその例えばチャーシューであったりとかそういうものがこうないんでですねちょっと簡単なこうまあ例えばもやしもやし茹でといてもやしであったりまあゆで卵はご飯あの卵があればできるんでえゆで卵ですねであとまあまああのトマトがあればトマト。 ですね、あときゅうりがあればきゅうりっていうぐらいの感じでちょっと肉系がないまあキムチは載せますけどそういう感じでこう、えー、作るということですねでえーえー、っとねそのまあまああのー、食べやすいかなと思ってこう作ってはいるんですけども、まあ、母親に関してはねその朝食を僕が作ることによって作らんでえんで楽 やなぁとと思思っててくれてると思うんです父親に関しては別にその朝ごはんが冷麺であろうと何であろうとそんなにこう関係ないのかなという感じでありますまあまあだからまあ母親のこう負担をちょっと軽くするためにこう冷麺をこう作るというような感じにこうなってきてるのかなというところですねでまたこう休みの日にこうコスモスに行ってですね で冷麺がこういるかどうかとかいうのをこう聞いたらですねあ一応買っといてとていうことになるんでまあまあ,あの朝僕自身がこう作ることに関してはこう、うん、助かるなという気持ちを持ってくれてるのかなというふうに僕自身もねそのちょっと起きるのが例えば遅くなった場合こう7時以降に起きちゃった場合はちょっとそういう 朝ごはんを作ってる時間がないんでですねあの作れないんですけども、えー、まあまあ比較的こう6時台とかね、まあ、6時、まあ、半とか6時とか5時台とかに起きた時はまああの作れるかなという作る余裕が自分の中にあるかなと。で結構その言ったら朝ごはん作ったりこう、まあ、まあ休みの日の夜ごはん作ったり。 まず水木の昼ごはん作ったりってこういうのをしてるとですねんなんとなくこう自分が家事をしっかりこうしっかりじゃないですけどそ,のそれなりにこうやってるという完全にこう、えー、家族にこう作ってもらってですねおんぶに抱っこというよりは自分は自分でこう作ることができる状態というかね、えー、がこうできてこうちょっとずつこう慣れてくるというかまあ えー、そうですね、うん、その自分でもそのある程度の食事がこうできるもちろん男飯のようなまあ食事の内容になっちゃうんですけどもんそ,それなりにまあ作れることは作れるかなっていう感じではちょっとありますね。うん、いやそういう自分一人でもこうできるっていう,こう練習にもなってるというか。 1まあ一人暮らしとかの人はねもう全て自分で作っておられるんでその辺は大変やとこう仕事をして食事も自分で作るだからまあ外食になってしまうっていうのはこうなんとなくこう分かるかなという感じはしますね一人暮らしであれば、まあ、外食であったりこう弁当を買ってしまうお惣菜を買ってしまうっていう形はまあまああのし、ーまあ、仕方ないというか仕事にこう集中させる時はですねなかなかその。 うん、料理のことをこうなんやかんやこう考えたくないというか意識をそこへ向けたくないんででこう家族が作ってくれたらいいっていう形なんでで一人暮らしの場合はこうその辺がね自分で全部やらなあかんのでなるべくこう負担がかからない形まあ料理が好きであれば別ですけどね、うん、では僕の場合はその金曜日からねえまあ水曜日の昼はまあ作るまあ最後こう 次の日が休み前なんで、ちょっと気持ち的に余裕があって、あれなんですけども、それ以外の昼っていうのは、昼も夜もですけども、基本的にはこう作らないということですね。仕事、何々いろんな作業、他のことですね、二ここう気持ちをこう持っていきたいんで、基本的にその作らないんですけども、朝に関してはですね、ちょっとそういうまあまあ、あの、 家族に貢献じゃない貢献って言ったら大げさなんですけど、えー、そういうことをこうしてもいいと、うん、そういうことで協力できてるようになってるっていうのもいいかなということでこうやってるということとまあまあ,あの食べやすいだろうからこれやったら食べれるだろうからその、えー、やっぱ食欲は落ちて元気が落ちていくとこう夏う くくなってくるんでそういうことであるとちょっと困るんでっていうことでえ僕はこう作るという気持ちになってるそれは基本的にはその最初1日2日ぐらいやった時はなかなか朝もこう作ると大変やなっていう気持ちはあったんですけどもえそれも慣れてきて今やったらこうこう積極的にどうやっ作るかとかいう感じでこうえまあ絵は自分らでこうやってるしっていうことであればもう作らないですしああやってくれるの絵のって,っ,てって言ってきたらああもう全然やるでっていう ことでこうやるっていう形にこうなってるかなというところですねであとまあホットドッグもね、えー、こう僕作るんでそのホットドッグのそのソーセージとかパンが残ってるあればですね作りますね僕はほんまにこれは簡単なんでこんなもんはもう料理とは言わないでしょうけどねただ焼いてこうパン乗せてそういうただ、えー、それだけのもんですからねでもまあ母親には揃って ちょっとしした手間も邪魔くくさい時があるらしくてですね例えばその冷麺でこうお湯を沸かしてその麺をこう茹でますよねそれ自体がもうめんどくさい、えー、そ,のそんなことすんねやともっと簡単なものをって思ったりするらしいんですけども僕からするとそ,れそんなことはものすごく簡単な感じで、えー、それよりもおいしいなと思う 食べれるやつの方が僕はいいんでえ簡単さも大事なんですけども一応その食事なんで美味しいと思えるものをこう作りたいだから僕の場合はえこれを試してみるいろいろ買ってみてねでこれはいけるぞって思ったらまたこう買うのを続けてみたりするっていうねえことをしますねこういろいろこう見ていってあこれ一回ほなこれ試してみようこれ試してみようでこう即席味噌汁の中でもですねえ国産野菜のお味噌汁かななんかそういうのがこうえ美味しいっていうの ののが分かったのもですね何個かこう、えー、即席のお味噌汁をこう買ってた試してみた中であこれが美味しいんだなって言ったらもうそれを買うようにしてでまたねこうもう一つまた新しいのおいしいのがないかなって探す時もあるんですけどもなかなかその自分がこれ美味しいなと思って。 買ったその即席味お味噌汁ね国産野菜の味噌汁かなそれを超えるものはちょっと、ね、今のところ出てきてないんですけどねまあ,あの高いやつありますよねこうコマーシャルでやってるああいうのはまたちょっと別やと思うんですけどもそこまでいかないでっていうとそういうことがあるかなというふうに思いますということで今日はですね、えー、朝に冷麺を作ることがありますということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます